けます。なのであの15分とかで終わる15分とかで終わるんだけど。加藤ちゃん、コウモリありがとう。ちょうど休憩中だったって。お疲れ、お疲れ様。今日はひたすら寝てました。最高やんけ。そういう一日も大事。あ、お仕事休みで暇だったから配信より。やった、ありがとう。大黒さん、コウモリありがとう。こんにちは、ごきげんよう。ダメ、めっちゃ飛んだ。待って、この下地がなくなってしまったら私はもう何もできなくなってしまうんだけど。パピコタン、コウモリありがとう。この時間に配信なの嬉しい。だってそう、私ちょっと珍しいかも。この下地、ちょっと待って、騒がしい。この下地なくなっちゃったらちょっと良くないんだよね。私はこの下地で生きてるから。この下地がないのは大変よろしくない。トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥン、トゥ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 ン、トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥルルルルルルルトゥン。コンシーラーどこですか。いた、ゆとかさん、コウモリありがとう。こんにちは、みんなこんにちは。高橋聖太さんが500回目か600回目、600回目の訪問だって。ようこそ。ずんだシェイクさん、コウモリありがとうございます。この前飲んだよ、ずんだシェイク。待って、なんかさ、最近めっちゃ寝てるからクマ薄くなったんやが。クマ薄くなったと思ったら、そうか、私最近めっちゃ寝てるからや。やっとやっとクマが薄くなっとるぞ。イエーイ、みんなみんな、私のクマって薄くなることあるんだね。喜び喜び。あ、サラノンがお世話になりましたって。あれ、私岡田の、あ、みんな、そう、全然そんなことないよ。そんなことないよ。こんにちは。ソラノン仲良しなんだよ。ソラノンとっても仲良し。勝手に思ってるだけかもしれん。オレンジさん、ハートありがとう。よし。よし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 。あ、ミスったな、ちょっと。ミスったな、これ先に普通にやれ。多田さん、先輩に欲しいです。え？マジ？私はね、どんな先輩だろう。悪くないと思う。自分で言うな。教授、かぼちゃありがとう。私、先輩に欲しいってなんでだろう。そんな、陽キャっぽいから。陽キャ。俺陽キャっぽいから、その陽キャっぽさを認められてるんかな。あ、空の喜んでた。ずんだごちそうになったって。本当に？でもね、そんな一杯300円とかだったから大丈夫です。あ、ご飯食べに行こうって言うてくれそう。あ、確かにご飯はめっちゃ行きたい。暇？みたいな。もし時間あったらでいいんだけどみたいな。もし時間あったらでいいし、気が向いたらでいいし、私のこと嫌いだったら全然断ってくれていいんだけど、ちょっとご飯行かない。ご飯行かないみたいな。あ、プラメにも書いてたし、配信でもたびたび楽しかったと笑顔で話してた。本当にそうなの。嬉しい。空の仲良しなんだよ。どこで仲良くなったかは忘れた。そこで断るメンタル持ち合わせに。嘘、待って、私のラネージュのファンデーションがついになくなりました。ラネージュのファンデってなくなることあんの？なくなることあんの。でも私はもう次のクッションファンデを持っているのだよ。はっはっ、
疲れ。すごいリフィルも2回分使い切った。素晴らしいね。次はね、あのあれだよ、みんな使ってるやつだ、ティルティルだ。ティルティルの赤を買ったぞ私は。まあ何も変わらんだろう、変わらんだろうっていうか、ただ先輩が本当に先輩だったら毎日頑張ります。嘘、みんなを鼓舞するよ、頑張れっつって、一緒に頑張ろうよって。責任は全部私が取るから責任は全部私が取るから、みんなは頑張ってくれみたいな。わかんない、その社会に出たことないからさ社会に出たことないから、どういうみんながどういうあれなのかわからないけど、京香ちゃんの後輩になりたかった。嘘、マレリアで。待って、まつげ抜けたな、まつげが抜けた。上司に欲しいわ、本当に上司になれそう私。今から冬になるというのにサマーを口ずさんでしまういいな、ピアノ弾きたい。選曲笑ってますだって。あ、きょんちゃん先輩に欲しいな、話しかけやすい。え、私はもうね、世界で一番話しかけやすい先輩だよ、ニコニコしてるから。わかんない、部活の時どうだったかな、わかんない。でも部活の時は割となんか厳しめだったから、ね、高級なジュースよりもただ先輩からもらうポカリ缶ポカリ缶そんな買うよそんなの。よし、いいね。私はあのちゃんとなんかさ、仕事なんか何にもできない先輩嫌なんだよね。あのちゃんと自分にももうなんか実力とか能力があって、それでいて、まあ、後輩に厳しくして自分にもプレッシャーかけていくタイプ。後輩にこんだけ言ったんだから自分も頑張んなきゃなみたいな、そういうタイプのあれでした、部活の時はね。でも今は AKB でいくのにどんな感じだろう。ただ私はヘラヘラしてる先輩だと思われてると思う、きっと。こんにちは、こんばんは、皆さんこんばんは、ごきげんようめっちゃ偉い先輩やんだって。そう、部活はマジで本気でやってたからね。いや仕事も本気でやってるけど、懐かしいな部活。えでかさ、すごいめっちゃ言いたいことがあるんだけどさ、メールに書きたいから、でも言いたいんだよねこの葛藤わかるかな。配信でも言っちゃいたいけど、いや先にメールで言いたいなみたいなのあるじゃんね、あるじゃんね。待って、本当にお腹すいた、本当にお腹すいた。あ、ヘラヘラしててもやることやってればいいと思う、本当に。じゃあ大丈夫かも、大丈夫かな。でも17期ちゃんとか私を見て見習うところとかあるのかしら。眉毛。京香ちゃんが先輩にいたら毎日楽しいだろうな、だって京香ちゃん先輩でも後輩でも楽しいよ、きっと。わかんないけど、シュン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 、
よし、ナイス。トゥルル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 。そろそろ中学のバド部の後輩の成長ぶり確かめに来てるって。え、後輩の成長って著しいよね。感動しちゃうよね。めちゃめちゃびっくりするもんな、なんかえみたいな、こんなうまかったっけみたいな。で、自分はブランクあるからボコボコにされるみたいな、あるあるだよね。あと世代かぶってないとさ、なんか 誰かの妹弟探しちゃうよね。なんか先生にさ、誰々のなんか誰かの弟か妹さんいますかとか聞いてさ、あ、あれ誰々の弟やでって、みたいな、確かに言われてみれば似てるみたいな、あれあれだよね。わかんない、田舎あるあるかもしれないけど。失礼、19ありがとう。17時19ありがとう。りなちゃんレインボースターありがとう。よし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 。あ、知ってる後輩いない年齢。え、で、そうだよね。もう私もさ、高校の部活行ってもさ、何にかすりもしてないんだよ。顧問の先生しか知らない。顧問の先生しか知らないからさ、ああ、みたいな。すいません、みたいな。あなた誰ですかみたいな顔で見られる。あなた、その部活の子たちからさ、え、この女先輩誰みたいな顔で。でもなんか上手くなってほしいからめっちゃ丁寧に教える。意外といい先輩かもしれん私。意外といい先輩かもしれん。いや多分友達、何その部活のさ同期とかと言ったらさ楽しいんだよねきっと。この前地元帰った時、この前は部活は行ってないな。前々回か、帰省した時に行った時はね、一人で行ったからな、ちょっと心細かったんで。パンダ丸さんかわいい、ありがとう。え、20分だって。なんでなんで。あ、ごきげんよう、こんにちは。いっちゃんさんが100回目の方もようこそ。今日で1900何日だろう、1490何日とかだよねきっと。やったね、嬉しいぜ。もうちょっとだな。ごきげんよう。花丸さんが初訪問、人生花丸ください。人生花丸ください。すぐるくん、こうまり、ありがとう。お久しぶりです。だって。お久しぶり。こんにちは。4日か。あ、11月3日も線に取れた。あ、え、待って。この3日間のさ、あれが始まっている？きっと、もしかして、抽選が始まっている？ワクワクヤンケ。ワクワクヤンケ。きなこ、ライフ、ありがとう。え、花丸もらえたんだけど、やっと。花丸もらえちゃったんだけど、やっとね。こんにちは、こんばんは。舞いますから。きょんちゃんのサイン当たったことない。本当に大丈夫、諦めないで。いつか当たるから大丈夫。え、ってかさ、聞いてほしいんやけどさ、なんかさ、こっちの目はさ平行二重でさ、こっち末広二重やったやん。でさ、ずっとなんかさ、でもしばらくさ、なんかこっちもさ平行二重っぽかったんだけど、なんかまた末広二重に戻った。悲しい。今だからまた左右非対称のさ、左右非対称のあの目をしてるからさ悲しい。また二重テープ貼らなきゃいけなくなっちゃった。今日は貼らないけどね、意地でも貼ってやんねえから。おー、やだやだ、二重テープマジでめんどくさいんだから、本当にやめていただきたい。まあ、言いますから。パンダ丸さん、コウモリありがとう。
あ、昨日スカイハイたまたま見つけたから買ってしもた。なぜに？なぜに？スカイハイなぜに？マスカラ、スカイハイってさ、メイベリンから最近新しく出たマスカラなんだけど、なぜに？それは何？自分用？自分用なのか、誰かにプレゼントする用なのか。推しメンとおそろーみたいなやつ。推しメンとおそろーみたいな。嘘、のんちゃんも二重テープ使ってるの？二重テープめんどくさいよね、マジで。二重テープとか本当にめんどくさい。本当にやめてほしい。ワイだってまつげギャンギャンにしたいんや。そっか、じゃあ一緒にギャンギャンにしようぜ。え、今日おしゃれの講座で教えてもらったマスカラ下地買ってきて、え、どこの、私エレガンスのやつ買おうと思ってるんだけど、今はちなみにキャンメイクのを使っとるんだけど、パンダ丸さん、コウモリありがとう。皆さん、コウモリ持ってたらよかったらください。コウモリちゃちゃちゃ、コウモリチャチャチャ。セザンヌなの？森進さん、コウモリありがとう。あ、すごい星のなり方になってて、全然解読できなかった。すまんな。あ、おしゃれの講座受けたかった。え、あれってさ、顔もやってもらえるってこと？顔も髪の毛も全部やってもらえるってこと？それやばくない？これ結構やばくない？あ、どこがいいかわからなくて、セザンヌかい？どこがいいかわからない。そういうことか。ズーシミケンスーケさん、清水健介さん、コウモリいっぱいくれた。ありがとうございます。舞台メイクがどうのこうのって書いてあった。へえ。あ、でもまあ普通のさ、メイクとさ、まあ、舞台のメイクってやっぱ変わるよね。さすがに。あながち。あながちって誰か言うよね。どうもりのさ。どうもりやってないくせに。そこだけ知ってる。なんとかかんとか。なんかさ、どうもりのキャラクターって語尾になんかつけるじゃん。おのおの、そのなんか独特な。なんとかな、なんだなもとかさ。あながちっていうキャラいない？なんとかかんとか、あながちみたいな。誰か知らんけど。エレガンス、私も気になってるね。そう、なんかさ、いいらしいよ。いいらしいから。そう、私ずっとキャンメイク信者だったんだけど、さやかちゃんかぼちゃありがとう。あながちって感じあるんだ。あながちって感じあるんだね。やば。待って、でももうさ、配信終わらないといけない。ちょっとだけ。やっぱさ、こういう時にさ、まつげパーマしといたらさ、時短になるよねってつくづく思うな。今のつくづく思うなって分かった人いる？絶対誰にも、ほぼほぼの人に通じてないと。なんとかどんなんだっけ、つくづく思うな。絶対誰にも通じてない。みんなはてってなってる。きっと。ごめんね。通じてる人がいる。怖い。歴史、そう、歴史さん。歴史さんの、あの、四季部って曲の、あの、ミュージックビデオを皆さんよかったら見てください。懐かしい四季部、体育祭でやったな。バカ楽しかった。こんにちは。最近私が気に入って聴いている曲は、思い出以上です。よろしく。思い出以上。あとさ、なんか不器用太陽、私結構好きでさ、それも最近、あの、アマゾンミュージック、違いました、
それでした。 Amazon Music Unlimited で聴いてます。不器用太陽いい曲じゃない、いい曲じゃないっていうか、なんかリズムが好きです。いい選曲やった、やったぜ。きなこかぼちゃ、かぼちゃめっちゃくれる、ありがとう。不器用太陽好きなメンバー多いめ、そう、不器用太陽って思った。あーこういっとこ不器用太陽ってさ、いい曲だよね。照らしてるだけだ、なんかさ、そのサビのとこでさ、そのなんかリズムっていうか、後ろのリズムがちょっと変わる、なんて言ったらいいの、うまく説明できないんだけど、なんて言ったらいいの。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らして、わかる、そこのリズムが2倍になるじゃないですか、そこが結構好きなんですよ。ちょっとわかんない、ちょっと通じてないかもしれない。不器用太陽とかゼロサム太陽とか夕日を見ているかとか、太陽好きやな、太陽ばっかり。みんなの太陽のような存在になりたい。福井県出身、23歳、田田京香です。誰かいるでしょう、きっと。何だったの？あれ、太陽、あれ、日向さんじゃない？ほんま日向さんかな？違うかな？消極太陽。恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。グリッターグリッターみっけ。あ、原宿のカフェ行きましたか？行ってない、行きたいんだよね。なんか昨日ひななちゃんがさ、17期ちゃんを引き連れて言っててさ、昨日っていうか、ツイッターに昨日から載せてたあれなんだけど、めっちゃいいなーと思ってさ、私も誰かと行きたいと思います、私も誰かと行きたいと思いますって。また岡田ぐらいしかいないんだけど、相手がきっと岡田としか行かないんですけど、そう、グリッターって、グリッターってキラキラって意味なの？マジ？グリッターってキラキラって意味なの？それいいね。待って、私すぐ人のことすぐ信じちゃうから。3人ともひななちゃんのおごり、かっけーひななちゃんのおごり、かっけーひななちゃん、ご飯行こうひななちゃん、でもひななちゃんにさ、この前のって結構前のあの僕隊の時にさ、僕隊のそのレイダウンの曲中にご飯行こうって言われたから、ご飯行きます、ひななちゃんと曲中にご飯の約束してるのでるくない？あ、待って、私、そっか、じゃあ配信終わりたいと思います。みんなありがとうございました。ちょっと待ってね。13位アイヤさん、ありがとう。12位オレンジさん、ありがとう。11位パンダマルさん、ありがとう。10位三千院凪さん、ありがとう。10位さ、じゃあ9位さゆちゃん、ありがとう。8位きなこ、ありがとう。7位よじよじ、ありがとう。6位山野さん、ありがとう。5位まさとくん、ありがとう。4位倉敷さん、ありがとう。3位すぐるくん、ありがとう。2位がみぐにゃぜんじろうさん、ありがとう。そして1位がりなちゃんです、ありがとう。ありがとうございました。本日もちょっとだけ薄メイクです。まつげは上げない、上げずに。かゆ、首がかゆい、びっくりした。じゃあね、みんなありがとうございました。ムッティさんが初訪問だって。もう終わっちゃうから、よかったらフォロー。こっちグリッター多すぎない？グリッター多すぎない？ありがとう、みんな、またねー。